はい、今日は、はい、ヨシュアが今度はモーセではなくてヨシュア、あの信仰によって約束の地に入ったヨシュアはモーセの従者なの、うん、エフライム部族の出身の指導者。40年間モーセさんに仕えて山に行った時のモーセと同じ山の麓にいた人なの、うん、はい、そして名前はイエスなの、はい、まさにイエス様の雛形なの、うん、そして約束の地に彼は導いたの、うん、約束の地、またそれは、はい、天国をももちろん、ね、目指しているわけですけども、そこに導いた。だからイエス様の雛形なの。イエス様は私たちを荒野から、そして約束の地から、永遠の神の都に導く方である。その、はい、導き手ヨシュアなの、うん、イエス様なの。40年の荒野生活、はい、モーセに仕えておりました、はい、そして最初にエジプト出た時に、はい、イスラエルに戦争を仕掛けてきたのは、ね、アマレクという民族。アマレクという民族は誰かというと、アブラハムの子、イサクの子、はい、ヤコブのお兄さん。お兄さんは 長子の権利を持って神様の祝福を受ける権を持っていたんですけども、ある時腹ペコになって、こんなものが何になると言って、はい、弟のヤコブに私にそれください、味豆一杯と交換しちゃった。ですからエソー、その子孫アマレクが、はい、この神に選ばれた、ね、弟のこの民族、ね、はい、イスラエルに戦争を仕掛けてきた。アーカの他人じゃないんです、はい、その戦争の指導者になったのがこのヨシュア。勝った、祈っておると勝つ、祈らないと負けるんですから、祈り通してついに勝った。モーセは山の上で祈っておりました。勝った、はい、12人の先ほどお話したスパイの一人にも彼はなった。そして報告したの。大変な人物が住んでおる、巨人が住んでおる、城壁のある町がある。しかしながら神様は私たちがいるんだから、ね、神様はそんなものは、ね、稲子のように、ね、追っ払って、そして、ね、その町も滅ぼしてしまいますよ、必ず勝てますよという信仰にヨシュアさん立っておった。皆さん、私たちも、あなたもこの人生において、うん、ヨシュアと同じ信仰を告白することを求めて、別の言葉で言うとそれは、ね、全く人なの。アブラハムは全く人になれよ、ノアさんの箱舟、ノアさん完全な人であった。何、どうして、はい、正しく、そして彼は、はい、神様と共に歩んだ、ね、はい、私たちはイエス様と共に歩み、イエス様の言葉にとどまり、イエス様の中に愛にとどまっているならば、はい、私たちは完全な人なの、うん、神を愛し隣人を愛する完全な人なの、立法を完全に守る人になるわけです、うん、はい、それを、はい、神様は私たちにおっしゃって、私たちの信仰生涯40年であろうが50年であろうが何十年であろうが、この全く信仰に立つ必要がある。そしてどうするか、アブラハムの子孫として、クリスチャンはアブラハムの子孫として、全世界の人を、あなたの親族家族から全世界の人々を祝福する器になりますよとこう言って、さあ神様はもうヨシュアに言いました、はい、モーセは死にました、今このヨルダン川渡りなさい、そしてあなた方に約束している地に行きなさい。あなた方が一章の三節、足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えていますよとこう言ってるんですよ。戦争する前からこの人はもう与えているぞとこう言ってる。ただもちろん戦争はするんです。ヨルダン川渡る必要があるんです。人間がやる信仰の行為はする必要があるんだけど、神様の側から見るのも与えちゃってる、うん、それで五節、あなたの一生の間誰一人あなたの前に立ちはだかる者はいないぞとこう言って、モーセと共にいたようにあなたと共にいます、うん、クリスチャンよ、あなたと共にいます、私はあなたを見放さないぞ、
あなたを見捨てないぞとこう言ってる。ヘブル書の13章、同じことが出てきます。だから強く大きくありなさい。先祖に約束したその地を、はい、継がせ相続させなくちゃなりませんよヨシアよとこう言う。だから大きく大胆にモーセが命じたあなたに与えたその律法をユダヤ人たちを守りを行いなさい。この神の言葉から右左にそれてはいけなさいよ、いけませんよ。イエス様の言葉にとどまり、愛にとどまりなさいということですね。今の私たちは、うん、それを行えばどこ行くところどこででもあなたが栄えるためである。先週学んだヨセフの生涯で神が一緒にいたので、全て彼がやることを成功させてくださるのを、ね、ポテバルが見ましたね、ね、牢屋の、牢屋の番人が見ましたとこう言ってるでしょ。これヨシュアにも神様同じことをおっしゃってる。この律法の言葉を口から離すなよ、昼も夜も口ずさんでいなさい、神の言葉を唱え信仰を唱えていなさいよとこう言ってる。それを全て守りを行うことができるためだよ、うん、そう言ってあなたは繁栄し栄えることができるよとこう言ってる。ですから栄えるわけ、三拍子の祝福なんです。霊的にも実際的にも肉体的にも栄える。もちろん殉教の死を遂げる人もそれはいますけれども、それは特別の神の選びです。それがどんなに素晴らしいものか私たちは、ね、分かりませんけれども、はい、その人々が、はい、神の、ね、天国において神を褒めたたえるのが出てきます。だから恐れるなよ、うん、おののくなよ、うん、神が主があなたの行くところどこにでも共にいますよ、うん、イエス様は十字架にかかった、三日目によみがえった、弟子たちに現れました、はい、全世界に出て行って全ての人に福音を伝えなさいという世界宣教を命令しました。マタイの28章、はい、そして何を言いましたか。今のヨシアの、はい、一章のこの父なる神様の言葉と全く同じことをイエス様もおっしゃってるんじゃないですか、うん、全ての言葉を守るように彼らを教えなさい、洗礼を授けて見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますよとこう言ってる。ですから私たちクリスチャンはキリスト名を唱える者、はい、神様が共にいるんだと、ね、聖霊様があなた方のうちにまた宿っておってくださるんだというこの信仰に立っていく、勝利の歩み、信仰によって世に勝った者、うん、イエス様を信じた者は世に勝った者であるし、また世に勝つ者、世の力に勝つ者、ね、世の王たちに勝つ者なんです、はいはい、それを、はい、ヨシュアさんはその仕事を今、ね、命じられました。イスラエルの代表者として、これは王なるイエス様のお仕事なんです、うん、祭司の仕事でもあるけれども、はい、預言者の仕事でもあるけれども、この場合ヨシュアさんが、はい、導かれているのは、はい、エジプトから出ること、モーセ、はい、そして、ね、アラの生活に終止符を打って約束の地を占領することと、そして占領した地を十二部族に分割して、ね、相続させるというこのお仕事が彼にあったわけ。占領と分割なんだ。新約聖書で言うならば、イエス様が天に帰った後弟子たちが、はい、聖霊に満たされましたでしょ。一行で二章。それで何、全世界に出て行ってエルサレム、ユダヤ、サマリアおよび地の果てにまで私の復活の証人になります、うん、なってた。それで教会を作りました、はい、人々に祝福を、ね、語りました。イエス様の福音を語りました。教会を作りました。今教会を完成しようとしている、うん、はい、完成するイエス様、教会をイエス様を花嫁として迎えに来ようと、それが再臨とこう言います、うん、この世の勢力を全部滅ぼすとともに、はいはい、クリスチャンたちを集めるわけです、うん、死んだクリスチャンをよみがえらせる、はい、生きているクリスチャンを、はい、神様は敬虚するという方法で、はい、引き上げられる。全てが、ね、敬虚されるわけではないんですけれども、はい、神の言葉にとどまり、キリストの名にとどまるものは敬虚されると言っているので、どうぞ皆さん
私はいつもね、しつこく言っておりますけれども、旧人様で生きて、そして何かキリストの再臨に招くような旧人様か、私とどこか分かりませんけれども、この間私のゴッドマザーおばあちゃんの先生、ね、電話を、ね、いただいた。すいません、ね、年賀状出さなくて申し訳ない、いただいちゃって、抗議。この2月の私21日にここに来た鈴木牧師を連れてね、この97歳のおばあちゃん先生と、ね、上野の近くニッポリという駅のホテルで、ね、そのお話を、ね、鈴木さんに聞く、あの聞かせると、97歳です、駅まで来てくる、いや早く行って待ってますからね、あなた教育者が終わったらやってきてください、こういう。ちょっと今難聴だって、だから難聴の子に1つから20万円かかる、2つから40万円だから、難聴だから、あなた中野さん横に行って通訳してくださいって、こういうわけです。この間私ね、彼女はね、先妻が亡くなった牧師の後にね、4人の子供に勝手にね、5歳として入った人。それでみんなをね、伝道者僕にね、養い育って、それで今に至って、その人の娘さんが私の姉と同い年、80歳、おばあちゃん97歳ね、5歳ですから。最近ね、その娘さんが訪問してきた、おばあちゃん、何し言うなら、ね、悔い改めない、私にとっては、ね、ものすごく出来事、精神的にいくらすら5歳でお母さんで世話してくれるね、自分のお母ちゃん、とっくの母に亡くなって、つぶやいたり疑ったり、いろんなことあったんです。悔やられたの。その前におばあちゃんからね、絶好状態が、なんか言ったもんだから。それじゃあ、こんな年になってね、そんな状態でいけないと思って、ね、行きました。それから電話やったりするようになりましたよ。いや、本当によくやってくれたなと私思いましたよ。お母さん、おばあちゃん、はい、約束の地を占領し、それでそれを先祖に譲り渡すっていう、先妻の5歳、そしてその先妻の子供たち、クリスチャンに、伝道者に、それでも2人の間に垣根があって、その垣根を取り除いた。すごいなと思います。だから今度私礼拝でそれ言うからねとこう言ったので、今言ってる。普通だったらこういうこと言わない方がいいと思う、ね、うちの道吉もそんなことないと思う、言うからね、はい、どうぞ、はい。それで彼は、はい、約束の地に入っていきました、ヨルダン川2つに分かれました。31人の王を全部滅ぼした、全戦全勝なんだ、圧倒的な勝利なんだ、これは私たちの信仰の勝利のひな形なんですね。昔から私もそう教えられて、ひな形なんです。晴れ虫のひな形なんです。全戦全勝。ヨセフと女の。はい。今まで何敗したか知らないけど、全戦全勝になってくる。で、私も、ね、
神様、ヨセフのようになす技を祝福してくださいね、成功してくださいね、と言いながらやってる。だから現実はそうと、なんか正反対みたいなことばっかりがだん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 起こる。感謝する、感謝と賛美のある、これが今やね、神様の与えた強力な武器になって、感謝と賛美をしながら、はい、リバイバルの歩みをしております。ということで、王なる、はい、イエス様、王なるこのヨシア、はい、解放者ヨシア、はい、あなたもヨシア、ね、キリストの形に神様あなたや私を作り変えようとこう言ってる、うん、イエス様に会った時にキリストの形に変わるとこう言ってる、うん、本当かいな。そうなんですよ、神様なんですよ、するんですよ、愛の人に変えるの、力の人に変えるの、清さの人に変えるの、アブラムと同じように全世界の人々を祝福する人に変わるとこう言っております。私から言うならば、ね、私の先祖を救いの預からしてほしい、じいさんばあさん父さん母さん、ね、祝福に預からしてください。今読みに言うかもしれない、それのもちろんユダヤ人も日本にもそうなんです、ヨシアなんです、あなたも私も、はい、勝利して、はい、約束のその地を分割するお仕事、はい、それで天に帰りましょうと、こういうことになります。それではそこまでです。歌詞の336番、神の歌詞、これを歌って最後の人は血潮を感謝します。裂かれた身からの傷を感謝します。まだ大の助け主なる聖霊様、今あなたが今日このところに、また我らのうちに住んでおってくださることを感謝します。どうぞお一人々の魂に今あなたの栄光を表し、また肉体にあなたのキリストの御業の栄光を豊かに表してください。主よ、どうぞ我らの罪を許し、不信仰を許し、つぶやきを清め、疑いを清めてください。ヨシア、カレブのように、また大きく大胆に勇ましく勝利から勝利へ進むことを勇めてください。魂の祝福を、また実際的な祝福を、健康の祝福に預からせてくださいますように。また我らの先祖、どうぞ一人人にもこの祝福が及んでいきますよう助けてください。お願いします。魂をイエスとも何をともに命令する、完全に健やかになれ、健やかになれ、健やかになれ、健やかになれ。どうぞ主がどうぞ御血潮の栄光を豊かに表してください。キリストの歌えた傷によってあなた方は癒され、イエス様の歌えた傷によってあなた方は癒され。聖霊様、どうぞ癒しの御業をなし、解放の技をなしてください。魂をどうぞ統合失調症や、どうぞ神様を打つから、どうぞ全く癒しと解放を与えてください。肉体の上にあなたが今臨んでください。お願いをいたします。どうぞ兄弟姉妹、どうぞ風邪を癒し、また頭痛を癒し、どうぞ神様、腰の痛み、肩の痛み、頭の痛み、どうぞ痛みを取り去り、またどうぞ病を担われたイエス様、どうぞお一人人の上にあなたの癒しの御業をなし、本主の栄光を豊かに表してください。主よの霊イエス、何をともに命令する、完全に健やかになれ、健やかになれ、健やかになれ、健やかになれ。
どうぞ神様の解放教方針のどうぞ島の上に全くどうぞ癒しが与えられますように助けてください。お願いいたします。風の器の上にもあなたの癒しの御業がなりますように、恐れからの解放が与えられますように助けてください。お願いをいたします。あなたを褒めたえ賛美いたします。感謝をいたします。イエス様の御名によって祝福します。アメン。それでは聖霊祝祷賛美歌の今の世賛美歌の7番父御子御霊、これを歌います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しみを交わり、御前にあります愛する兄弟姉妹たちと共に、今も後も限りなくあらんこと。アーメン。私は今日はジャイアンツ子供ちびっこ野球ですね、子供全部ちびっこ野球の卒団式、6年生の卒業、あるいは5年生、7年生で進級するわけですが、その卒団式に、グランドホテルで、はい、その式がありますので、子供はい、すいませんね、ね、珍しいんですよ、うん、私だったらあんまりやらないんですけど、はい、やるんですね、4,500円はい、私はね、あの5分間の代表なもんですから、代表の挨拶を、はい、神のことを5分間語らせてもらいます、アブラハムさんのことを語らせてもらいます、はい、その祝福を、ね、語らせてもらって、あとは、ね、10人の卒業生、6年生はね、10人なんです。女の子が一人おりますけれども、その人たちに賞状を差し上げ、はい、そしてまた、はい、この贈り物をね、私は備えますので、この贈り物、はい、この聖書の非常に分かりやすいね、本、今日マリコさん来てくださったんで、マリコさんの息子さんね、高校卒ですけど、息子さんが読んだって別にね、小学校の6年生、果たして読めるかどうか知りませんけどね、これ、素晴らしい本です。和森君がね、今日来ますっていうことだったんです。マリオさん、お母さんね、川に来てください。川に来てください。来てください。頭が痛いから、なんか、頭が痛い。じゃあ、それ、あなたに、ちょっと来てください。川に。今度また来るんじゃないかな。うん、来るな。まずは、差し上げます。これはね、茂木さん、トヨ君、二人とも卒業する。どうぞ。二人とも洗礼受けてね。はい。一緒にやってくださった。6年生にも自殺、ね、一人自殺送ります。はい、今週は、明日は花巻映画館。それで投稿カード、はい、どうぞ、はい、神様に、はい、明確に出してください。信仰の告白と思って、はい、祈りの課題も、はい、